床端集ジビルチャルトゥンの作米チチェン・イッツァ、作米6の後カバーの作米の終点に立つアーチ作米とは、先コロンブス期のマヤ遺跡に見られる、地面より高く作られた石と漆喰、または石灰の粉を使って舗装された直線的な包み道を言う。作米という言葉は、床手コ語で、白い道を意味し、作とべの複合語である。 古代マヤでも同じ語が使われていたらしい。作米は物資の輸送、歩道、儀式の更新、政治領域の維持などに利用されたと考えられている。定地マヤは熱帯の密林の中にあり、その中を歩くのは容易ではない。特に浮きにはほとんど旅行は不可能になる。作米はこの問題を解決し、一年中小業、政治、軍事的な移動を可能にする。 作部は広いところでは10メートルの道幅があり、地面から1メートルから3メートル高く作られた。現在ではその多くは埋まってしまっている。作部の多くは一つの都市の中の建造物、または建造物グループ同士を結んでいる。その多くは水源を一つの橋とする。チチェン・一ッサの作部は、セノーテとカスティーヨを結んでいる。都市と別の都市を結ぶ、長距離の作部も作られた。 有名な牛丸とカバーを結ぶ作ベは2 0トルほどあり、終点にはアーチが建てられた。コバートやシュナを結ぶ作ベは1 0 0トルもある、長いものだった。1990年代の研究によると、ユカタン半島西北のティホから、東端のプエルトモレロスに至る半島を横断する作ベが存在した可能性があり、その長さは3 0 0トルに及ぶという。柵は、 形成期中期の紀元前600年から300年頃のものが最も古い。ディエゴデランダはイチュカンティホとイサマルを結ぶ非常に美しい道路やチチェンイッツァのセノーテ近くの道路について言及している。ありがとうございます。